はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プレイステーション4について、もう少しでプレイステーション4のシステムソフトウェアバージョン 2.0 が出るらしいんですけど、これすごいいいアップデートだと思います。シェア機能が大幅に拡張されるみたいですね。こいつはあれですよ、友達が家に来てるみたいな感覚をネット上でやる感じですかね。はい、友達がそのソフトを持ってなくても協力プレイできたりとかできるみたいです。これすごく良くないですか。あと招待したフレンドにコントローラーの操作権を渡してプレイしてもらったりとか、そういうこともできるみたいです。すごいと思いません？これ、友達がゲームソフト持っていなくてもそのゲームを自宅でいながら遊べる、プレイステーション4本領発揮ですかね。はい、であとビデオクリップのアップロードって今まで Facebook にしか上げれなかったんですけど、こいつがねバージョン 2.0 になることで YouTube にも上げれるようになるみたいです。これでゲーム実況とかがね結構簡単にできる環境は揃うんじゃないですかね。はい、まあなんか、あと他にはなんかテーマがホーム画面を自分好みに変えたりとか、そのブロードキャストとかライブフロムプレイステーション生配信とかの強化も行われてるみたいです。はい、あでもう一個あった、 USB ミュージックプレイヤーっていうのがあって、 USB の中に音楽を入れるとそいつを再生することができるみたいですね。はい、っていうか個人的にこのシェアプレイっていうのと YouTube へアップロードできるっていう機能、はい、すごい楽しみです。はい、なんかあと PlayStation Plus の方ではね PS4 版向けに体験版がちょいちょい出てるみたいなんで、ギルティギアとオメガクインテッド、あと三国戦記っていう体験版が出てます。はい、PlayStation 4これからどんどん盛り上がってくるといいですね。はい、じゃあ今日はこれで、よかったらチャンネル登録お願いします。